即席麺ミーゴリンおすすめのランキング、インドネシアといえばチャーハンのようなナシゴレンが有名ですが、うん、もう一つ焼きそばのようなミーゴレンも、うん、実は超美味しい、日本人好みの料理なんです。楽しみ。はい、美味しそう。そう、何、インドネシアで作られて世界中で売られているインスタントミーゴレン、いくつかフレーバーを食べ比べて一番おすすめを決定しちゃいます。じゃあ食べたことありますか、私はね、なんか一回食べたことあると思うんですよね、海外にいた時に。あの左上食べたことあると思うんですよね、多分王道のやつ、あとは分かんないんです。え、セラフさんは？自分ミーゴレン初見プレイですね。あら、はい、ミーゴレン初見、お初でございます。お初ミーゴです。やだ、じゃあちょっと、はいね、反応が楽しみでございます。どんな味なのかすごい楽しみです。楽しみにしてます。はい、なにこれ、カップ焼きそばみたいな。ほんとだ、なんかでも赤い粉がかかって、なんだこれ、美味しそう。まあピリ辛くらいか。辛、すごい辛い。そんな辛くはない感じ。ちょっぴりだけ。わかんない、私舌バグってる。全然辛くない。私辛いの強すぎて辛さを感じない。なんか口に入れた時にすごい、なんだろう、独特なこのスパイスが口に広がるんですけど、多分辛いの得意な人は全然辛くない。そうですね。結構全然お子様でも食べれるんじゃない？すごい美味しいわよ。なんなら辛いの苦手でも。あ、全然いけると思う。あ、花さんはどんな、もう普通？麺の感じは普通の焼きそばっぽい。あ、そうですね。カップ焼きそばっぽい。これなんかスタッフさんがね、今置いてったんですけど、これ何ですか、ま、花さん？お茶です。お茶ですね。いや、なんかなんか。なんかインドネシアで一番人気のジャスミンティー、過去加藤です。そう、ジャスミンティーです。はい、もうじゃあ砂糖が入ってるんだ。なんか素敵なね、オレンジっぽいボトルに入ってる、あのティーをもらったんですけど、ちょっとこれ飲んでみていいですか。ソスローテボトルオリジナル、これ名前はテボトルです。はい、お名前テボトル。うん、甘い甘い、超甘いけど、なんかすごい甘いです。美味しい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 、なんかなんだろう、甘いけどお茶だから意外とスッキリしてる。そう、飲みやすいかな。飲みやすいな、これはいいな。美味しい、ありがとうございます。点数は発表していきましょうね。はい、7点。おー、妥当妥当、すごい妥当な、妥当ですね。同じく7点で、やっぱ基準になるからね。そうですね、そうだよ。ほな7点しとこうか、私も一旦ね、一旦これでみんなで仲良くちょっと7点して。はい、次のはミーゴレンペダペダペダス。ミーゴレンペダス、同じ会社のやつらしいです。でもこれは辛いバージョンです。ありがとうございます。さっきより心なしか赤い。あ、赤い、え、辛そう。あ、匂いがちょっと、え、なんかさっきのよりも、さっきのより辛そうな匂いする、スパイシーな感じ。うん、いただきます。おいしい。あ、ちょっと確かにさっきのよりは辛みが強い。あと味が濃いかも、こっちの方が。確かにね、辛みがあって味が濃い。これベースは同じ感じがする。ベースはそうですね、ただ味が濃くて喉にくる辛さですね。辛いの、そんなにめちゃくちゃ得意なわけじゃないけど、はい、結構好きだから、これは全然美味しく食べれる辛さ、私は辛いは全然いける、同じく。でもなんかこれ初めて食べたかも、このバージョン。あ、そうなんですか。そうそうそう、いつもは普通のなんか普通の味をしてるから。みんな水飲み出した。やめて、なんで言うの。みんな飲み、いや、ちょっとやっぱちょっと辛い。この辛さと一緒に飲んだら美味しいかなって思って。あ、そうですね、ジャスミンティー。ジャスミンティー、待って、普通に食事しちゃう、やばい、美味しい。ちゃんと美味しい。なんだろう、おやつって感じがする、お食事っていうより。なんだろう、そうなの。私的にはちょっと量がね、ちょっと少ない感じで今食べてるんですけど、まあ、乾麺っていうのもありますね。まあ確かにそうですね。たまにはなんかお料理がなんかまだ足りないんだったら、おご飯と一緒にお食べれるの、ミーゴレンって。そうそうそう、
で焼きそばとご飯一緒に食べちゃうとかそういう感じなんだ。なるほどね。そう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 、美味しい。点数発表していきましょうね、はい、また8点かな、うん、結構好きだね。なんかすごい、うん、なんか、うん、甘いみたいな辛いなんだからちょっと結構好きだと思う、うんうんうん、確かに旨味がありますね、うんうんうん、はいはい、はい、じゃあ自分は9点つけさせてもらいます。おお高い。私もね実は9点なんです。これいやいや美味しい、これ美味しい、うん、なんかやっぱ私味濃いものが好きですし、うんうんうん、で辛いものもすごい好きなので、うん、もうこれはなんだろう、深夜に食べたいですね、うん、これもずっと深夜に食べようとして、うん、深夜に食べようとしてなんかね一番最初のよりかは食べ応えがあるので、うんうん、なんか深夜で本当にちょっとお腹空いた時に食べたいですね。次はミーシダップミーグレ味です。ミーシダップ、はい、これはまた違う違う会社っぽいですね、はい、違う会社ですね。なんか全然麺の色違う、はい、なんか乗ってる肉これ。匂いも違うな。あ、なんかおお、うん、なんか目が覚める。何これ、辛そうなスパイスのエスニックな感じ。エスニックですね、うん、そう。あ、すごい美味しそう。なんか何が乗ってる、なんかそぼろみたいなの乗ってますよねなんかお肉みたいな乗ってる、うん、これ何なんだろう、これ説明難しいなんだろう、私はミーシダップ食べてない食べたことないそう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 、初めて。これなんか、なんか久しぶりに行って、うん、食べてるからなんかこれ何のと思った。あらあらあら、私見たもん。うん、でもこれインドミのやつより、うん、あれだな、甘みがある。うん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 、あ、全然味違うわ。うん、うん、そんなに辛くはないな。辛くはないんですけど、うん、ピリ辛だよねこれは、うん、そうですね。なんか本当にエスニックな感じのスパイスが、うんうん、鼻から香る。美味しい。これ地元感強い。うん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 、なんか茶色いね、お肉みたいなやつ乗ってんのかなと思ったけど、うん、ちょっとこれ味噌っぽい。味噌かな、うん、うん、お味噌だ、うんうん、味噌っぽい感じ、うん、あ、これなんだこれが乗ってんの、これ何、ね、クリックリック、あ、何これ、あ、うんうんうん、フライドオニオンみたいな。あ、フライドオニオン、クリュクリュクはこっちはなんか、音が食べてる時クッククッってなっちゃうって感じかな。オノマトペみたいな感じね。そうそうそう。へえ、これ美味しい。クリュクリュク、これ好き。うん、ガリュー感がある。よかった、うん、私も意外と好きだなこれ久しぶりに食べたからなんか意外と忘れた味がえ、さっきのより好きかもしれない。え、やばい、うん、あれ、うん、味が好き。いや、でもさっきのもすっごく美味しいんだけど、なんかあの斜め上来たな。なんか本場で食べてる感じの味がする、うん、日本で買えるみたいですよね、うん、インドネシア系のね、うんうん、じゃあというわけで、うん、メロコさんからかなり好評そうですが、おいしい、点数発表していきますか。うん、うん、9点。うん、おー、すごいな、好き意外と、うん、いつもはインドミを食べてるけど、いや、ミシェルアップもいいなと思ってたうん、うん、8点で。あー、マジか、なるほど。自分は、うん、あのさっき食べたやつの、うん、なんかあっさり感というかすっきり感が結構好きだったので、なるほど、8点にさせていただきます。はい、はい、じゃあ私はこれ9点にします。お、来た。いや、なんか違う角度なんですよね。本当に味が違うんですけど、本当に同等の美味しさがあるので、うんうん、9点に差し上げます。いや、これもっと買いやすいところにあったら全然買うな。ね、うん、あとでどこで売ってるか聞きたい、ね、最後の味は、はい、ミーシェドップミーゴリクリスピーオニオンです、はい、うん、これちょっと気になってる、はい、クリスピーオニオン絶対美味しいと思う、うん、香りが全然また違う。あ、本当だ、めっちゃ鶏ガラスープ系のなんか味が、うん、味じゃねえや、香りがする。そうですね、うまそう。こういうポテチを食べたことがある気がする、うんうん、ちょっとじゃあ一旦口に入れてみましょう。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、うまい、うまい、うん、うん、うん、ちゃんとフライドオニオンの味がするよ、うん、すごい味が濃い。濃いね、うん、この味のパウダー売ってない？これだけつまんで酒飲みたい。これはうまいですね。これ美味しい。うん、まあ、なんか今までの中で一番ジャンキーな感じがする。あ、わかる、うんうん。そうですね。すごくジャンキーさが美味しい、これ。ちゃんとあのフライドオニオンのかけらみたいなのが乗ってるのかなこれ。多分そうですね。そうですよね。美味しいよ。これ酒のあてにすごくいいよ。うん、この味の濃さ。
私意外と、うん、そんなに好きじゃないこれは、うん、そうさっきからみんながうまいうまいって言ってたから、うん、なんかずっと一人であれ私好みありますからね、うんうんうん、さっきの方が好きなのかもね。今回のやつは結構なんかオニオン感が強いのと、うん、確かにそうそうそう、あとは辛みも結構口に後に残りますね。はい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 、はい、うん、確かになんか味のパンチが一番強いかもね。うん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 、ニンニクドーン、うん、チキンドーンって感じですよね。そうそうそう、パッケージに騙されないと思う。でも本当にそのままだから、うんうん、美味しい、うんうん、フライドオニオン、いいですね、うん、6点6点きた。うーん、そんなに好きじゃないんだ。9点で、おお、はい、いい感じ。で、味が濃くて、うん、なんか食べやすいっていうか、なんかパンチがあって美味しかった、うん、美味しかったですね、うん、私も9点これ、うん、これは本当にもう 3つとも三者三様というか、うんうん、全部良さがあるのでそれぞれ、うん、私は どれも好きですね。なんかどれが飛び抜けてっていうよりかは同等に美味しいです。いはい、じゃあ1位は、うん、ミゴレンペダスと、うん、ミーシェダップのミゴレン味でした、うん、はい、これ買ってみんな、うん、美味しいよ。なんかもっとね、うん、みんな食べてたっていいくらい、いや本当に、普通に日本のコンビニに置いてほしい、ね、食べる分にもなんか、うん、これもしかして具材とかもさ、そんな、うん、いっぱい入ってるわけじゃなくて、入ってない、全然そんな野菜とか入ってる、なんかこれ単体で楽しめて、あ、そう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 、手軽でいい、手軽でなんかね、そう、美味しい。楽しみ。じゃあみんなも買ってね、ぜひ探してみてください。はい、ぜひもぐもぐしちゃうわ、うん、もぐもぐしちゃうね。はい、というわけで、ミーゴレン全部完食しました私。いや、セロさん食べるの早すぎる。もうなんで